はいどうも、ハローエバディ、リオです。さあ今回もダークソウルディマスター完全攻略解説実況を続きやっていきましょう。で、前回ね、だいぶガクガクなってしまってたんですけど、今回は大丈夫なはずです。もうこんなんばっかりやけどね、最近。申し訳ないです。というわけで、前回、次日の注ぎ火の秘技かなゲットしたんで、それを使って、ここを20まで上げておきましょう。はい、これでここのかがり火で S と MAX まで補充できるようになりましたね。さあ初見最難関と言われるエリア千の古城攻略していきましょう。もう今回はね、もう 100% ガチの完全攻略できるかなと思っております。まあなんせここのエリア僕も初見でね、あの心が折れるまで死にまくったからね。だからまあがっつり覚えてるんで、もう攻略していきたいと思います。まずここに2人のね、あの蛇人と打人かな、まあいてるんやけど、下がっていきましょう。でここにスイッチがあるから、まずこれを踏む。するとまあこれで1体倒すことができるわけです。3発矢が出るからね。でこいつも一応ケツ掘れるけど、若干なんか判定が難かったような気がするわ。猛者やりで運が良ければナタを落としてくるんやけど、そのナタがなかなかに強いんだ。でこいつら1匹で500やから、ソウルが結構稼ぎにいいですね。稼ぎにいいというか、まあ普通に攻略してれば大体ええ感じでソウルが溜まっていくエリアかな。さあここ来たな。まあめんどくせえエリアなんやけど、まず1個目のギロチンは避けてというか通り過ぎてここで止まる。で次これ2個セットになってやったっけな、違うわ、ここも1個やな。で次ここ2個セットになってて、これ間で立ち止まると食らっちゃうから気をつけて。で今上から雷の槍撃たれたと思うけど、上に雷の槍を撃ってくるやつがいてるから、あいつに注意ね。あいつはまあ入り口から狙撃とかで落とすんが一番手っ取り早いんやけど、まあ今回はねそんなに強い遠距離武器を持ってないから、ちょっとお前危ないな、危ねえんだよ。速攻しねえんぞ。押してくれ。こいつはこうやってガード繰り返して落とすのが一番吉かもしれんな。早く落ちろ。オッケー。よし。まあとりあえずコマ進もう。で、ここもダッシュで行くんやけど、上から槍撃たれてひるんだら、あれ食らってまうから、それだけ気をつけてね。さあ、ここはちょっと難所で、まあ奥いてるんやけど、あいつのね、雷の槍のタイミングとこのキロチンのタイミングをうまいこと見計らっていかなあかんな。今やったら多分いけるはず。危ないな。でひるんじゃうとさっき言ったみたいにこのキロチン当たっちゃうから、それ気をつけてね。エストもいっぱいあるからもうバンバン使っていこう。よし今のうちやん。はい、オッケー。でガードしても雷やからガッツリ削られるから、できれば避けたんやけど、狭いところで下手に避けようとするよりはガードした方がいいですね。でここにもスイッチがあるから、これ気をつけて。だからあいつ通り過ぎてこれ踏んだらあいつ死ぬんでね、まあ頑張って戦わんでも大丈夫です。でここにくさびしの大かけら、そろそろねハルバードプラス10まで強化していきたいから、まあ拾っていきましょう。誰か死んだな。でここなんかサボってるヘビ人いてんやけど、こいつ実はねまあちょっとしたギミックがありまして、まあとりあえず起こそうか、起きろ。でこのあいつの背後の壁ね、これ壊れるんやけど、本来やったらギミック作動させんかったら壊れへんねんけど、こいつのねある攻撃を誘発することで壊すことができて、ちょやってこい、やってこい、やってこい。まあとりあえずこうやって分かりやすいようにここで見せようかな。さあやってこい、月を、月をやれ、月を。それじゃねえんだよな、月やれ、月、それ。はい、こういう感じでここ壊れます。これ結構知らん人多いやろ。なんかいよいよちゃんとした攻略実況らしくなってきたな。でここに捕まってる人いてんやけど、こいつはまず一旦スルーして、さっきこっち開けようかな。まあ本来やったらこれカゴロウの鍵っていうのがないと開かへんねんけど、万能鍵があれば開きます。本来やったらまあ鍵拾ってからもう一回戻ってきてもええんやけど、めんどくさいんでもう今回はね解説させてください。ヒデオのソウルですね。まあヒデオのソウルは1万ソウルゲットできるから取っといて損はないでしょ。で助けてやるか。まあ友かどうか知らんけどな。まあ有名人ですね。ろくな例もできんが、知識魔術ならば享受できよう。まあしゃあないが助けてやりましょう。はい、みんな大好きローガン先輩ですね。でここも本来だったらカゴロウの鍵いるけど、万能鍵であげました。
はい、これで最終場に行けばこの人が魔術を教えてくれるんやけど、確かね、D 力何本いるんやったっけな。 D 力が12とか16いったはずやから、多分今の D 力じゃ教えてくれへんんじゃないかな。多分あのダクソ3のさ、あいつおったやん、誰やったっけ、あの魔法教えてくれる人、あいつみたいな感じで D 力がある程度ないと教えてくれないってやつな。でこいつはお笑い担当やから気にせずほっときましょう。ほっといても死ぬんやけど時間かかるから、もうチャット行きたいな。お疲れ。うっし、ほんならここやけど、上から岩がゴロゴロ転がってくるんで、うまいこと避けながら進んでいきましょう。でこっちが降りれる場所あるから一応行っとこう。あれ、なんでお前来てんの。そう、やばい、ジークさんに当たってる。ジークさん俺が守る。ちょ、ジークさん、やべえ、落ちろ。本来やったらここの敵ジークさんが片付けてくれてるはずなんやけどな。どういうことや。ちょ、お前ジークさんに当たったらどうすんねん。おい、やべ、ジークさんに当てられたらたまったもんじゃねえか。こっち来よ、こっち来よ、はい、こっち来いや。ジークさん仕事サボってんな、こんなこともあんねんな。はい、ちょうどいい感じにケツに入るんだな、お前。あっ、あっ、あっ、あぶんだ。お、なんでお前そんなとこにおんの。うわ、めんどくさ、ちょ、めんどくさ、あいつなんなん。で、まぁ、ちょっと今回トラブルがあったんやけど、本来ならあそこの敵はジークさんが片付けて、まぁ、ジークさん今回初登場でこんな形になってしまったんやけど、本来やったら全部片付けてくれるはずやねん。とりあえずここの脇それて一回弾やりそうぞ。オッケー。で早いとこあいつを片付けましょうか。はい、やべ、下まで降りちゃったじゃないかお前。しょうがない、コントの大火球先輩出番やな。はい、お疲れ。さあやっと話ができんな、ジークさん、ごめんな。考えふけてた、しばかれてましたけど大丈夫ですか、ジークマイヤさん。まあ、元祖ジークですね。鉄球ゴロゴロ、鉄球なんやな、岩じゃなくて。ゴロゴロが早すぎるから矢がちょっと避けることができんと悩んでるんだよ。まあジークさんめっちゃいい人やからな。あの俺が好きな二大好きなキャラの一人やな。まあ、ジークバルトさんってダクソ3に似てたと思うけど、多分あの人の祖先やと思う。あの人のヒーヒーヒーおじいちゃんぐらいちゃう、知らんけど。まあ明らかに多分一族やとは思うわ。でまああの岩が難儀してて先進まれへんから、まあちょっと悩んでるっていうことなんで、ちょっと岩をどうにかしてあげましょうか。岩ちゃう、鉄球か。まあ鉄球をなんとかしてあげたんやけど、ちょ、危ねえな。まあとりあえず一旦上行こう。一旦上行くと、ここにね、結構有用な指輪があるから、それまず拾っておこう。はい、鉄の過去の指輪、おなじみのやつね。まあ、物理防御力を上げてくれるってやつやから。そうやな。耐久度減りにくくなればまだいいかな。そういえば俺、物干し竿を使おうかなと思って、全然使ってないんだな。よし、これでまあ、ここでやる。あ、こっちになんかあったな、そういえば、アイテム。多分これ、武器やったはずやな。ショーテル、結構ギリギリやな、めっちゃギリギリやったん今。はい、ここ入っていきましょう。でここがちょっとやらしくてね、まあここに穴があって、スイッチがあそこにあるから、まあ後ろから矢が来るんやけど、敵もいてるから、あでもいい感じ来てくれるやん。バカだな、まああそこで待ってりゃもうちょいなんかあれやったのに。お前せっかくの布陣を無駄にした。この布陣を考えた人にお前申し訳ないとは思わんのか。はい、はい、お疲れビーボー。オッケー。さあここはしっかりとガードしていきましょう。これが一番安定やな、一番死亡率低いと思う今のやつが。でここは上から来るから気をつけてね。また弾が、まあ弾来るんやけど、弾についていく感じ進んでいこう今回は。やったい。まあこういう感じになるから、できるだけ後ろ下がっておこう。まあ、ここで待っといて、これ鉄球が来たらこいつついていく。ただ鉄球に伝わったらダメージ受けるからな。
上から触ってもダメージ受けるわ。で、ここ飛び降りよう。よし。ほんで、しばらく待つ。しばらく待つ。で、ここ、こういう感じで壁になってると思うんやけど、これある程度ね、ここ下溜まっていくんだよ、鉄球が。鉄球が下溜まりきったら、あそこの壁が開くんで。まあ、見ておこうか。どこまで溜まった？うん、もうちょいな。このギミック気づく人少ねえだろう、最初で。お、溜まりきった。な、次で、あそこが開くはず、壁が。よし、壁がぶっ壊れたんで、先進んで、指輪を回収しよう。貪欲な金の蛇の指輪。これは、アイテムのドロップ率上げてくれるやつで、結構ね、お世話になること多いから。まあ、取っておきましょう、絶対に。で、ここの先ね、まだあるんやけど、この先にはマジで何もないから。行ったらワンチャン死ぬから、気付けて。鉄球に殺されるわ。よし、そんならここ行くんやけど、この宝箱がね、初めてのミミックやから、まあ、初めてのミミックで、多分思い出深い人多いと思うんだ。口開くんやったっけな。あ、ちょっと動いてるね。口開くわ。まあ、初めてのミミック先輩ね、多分ね、この最初、このビジュアルでびっくりして死んだ人、だいぶ多いと思うんだ。で、これはつかみやから、頑張って避けましょう。つかみ。まあ、モーション自体はもう3のミミックと完全に一緒。はい、お疲れ。ほんで、こいつ最初のミミックやし、思い出深いねんけど、まあ、落としてくれるものもすごい有用で、雷のスピアね、これがむちゃくちゃ強い。だから、だいぶとお世話になった人は多分多いと思うわ。だから、とりあえず、ハルバードさんには一旦、お役御免してもらって、雷のスピアに変えよう。ダクソ1は属性武器めっちゃ強いからね。で、これ、表示攻撃力288で、半分が雷ダメージだから。なかなかに強いですね。まあ、前回拾ったあの墓王の剣の方が強いんやけど。で、このエレベーターは着いたらすぐ降りて。じゃないとこの上に突き刺されるが。突き刺されるから。多分あれ一撃で死ぬと思う。でも俺あのギミック知ったの実はごくごく最近やん。最近あの動画で知った。さあ、ここ行こう。で、ここは転がってこないから安心して。はい。で、ここのレバーで、どっち向きに弾を転がすか選べて、これが最初あのジークさんがおった方に向かってて、あっちがまあ弾捨てれるとこね。で、これが今ちょうど行ってるあの階段のエリアで、で、こっち側に変えると、さっきあの蛇に壊させたあの壁の方が行きますね。まあとりあえず、邪魔なんでこっち側にやって、これでジークさんが通れるようになるから、まあ、これでジークさんあとはもう自力で何とかするから。わざわざ喋りかけに行く必要ないからね。よし、これでジークさんのイベントのフラグは立ったんで、このまま進みましょう。で、ここやらしい感じになってんやけど、ここ、スイッチを踏んだら、速攻でバックステップ。バックステップが役に立つ数少ない場所の一つやな、ここ。まあ今のムーブを覚えておきましょう。はい、まあここまで来たんやけど、ここは結構難しいな。足場細い上にこの4連ギロチンな。で、これは、走り抜けしかない。対処法は。やから、今結構ギリギリやけど、間に合うから。まあ、多分ね、鎧の重さマックスになってたら多分厳しいと思うけど、そうじゃない限りは大丈夫なはず。ダッシュで避けれるはず。で、これ、階段の上にも置いてるから、こいつは急いで倒したいところなんやけど、雷があんま効かんから、めっちゃ喉が、すごい今調子悪かったけど。まあ、音声だけカットできっかんね。うえ、うえ、うえ。このモーションでこの威力やから。なかなか強いね。で、お前ら全然武器落とさんやん。こいつは結構レアドロップやけど、普通の蛇の方は、こっちのタイプは、ナタ落として、雷投げてくる方は、フランベルジュ落とすから。めっちゃレアドロップやけど。さあ、ケツ見せろ、ケツ。はい。はい。はい、ガードからの、はい、ケツ。なんか、ハルバードであんまダメージ変わらんな。けど、こっちのが、モーションが優秀やから、こっちで行こう。大化経緯。そろそろハルバードプラス12強化できるかな。さあ、ここの上もまたちょっとやらしい感じになってんやけど、まあ、ここでね、混沌の大火球先輩の出番ですわ。まあ、見ててくださいや。まあ、そこにいてるわけですよ。まあ、やらしい感じね。で、ここ投げよう。はい。もうあのマグマで行くと思うわ。強っ！やっぱり混沌の呪術は強いね。
スロット2つ使うだけありますわ。でここ来るとこれ2つずつセットになってるから、まず2つ避けたら真ん中で一旦立ち止まる。こう上から行った方がちょっと見やすいね。はい、ここまで来たらもう難所は声だな。大方難所は声だわ。さあこっちになんかあったかな。なんか隠し部屋みたいなさすがになかったかな。なかったな。でこれ確かなんかドンつけ落ちるから気をつけてね。気をつけてください。でここまだスイッチが2つあるんやけど、これはまあ不満ように壁際を歩いていけば大丈夫。さあ上に来た。さあ屋上エリアまで来たんやけど、まずはかがり火やな。めっちゃわかんにくいところにかがり火あって、ちょっとそこまでダッシュでいくわ。これ上から巨人がでっかい火炎壺投げてくるから、ダッシュで行ってここの崩れてる壁んとこから下に降りましょう。すごい音したと思うけど、あれあの巨人がめっちゃでっかい火炎壺投げてるわ。はい、まあこのかがり火が見つけられなくてだいぶとね、あの難儀した人多いんじゃないでしょうか。まあここにかがり火あるんで、まずここでかかっておきましょう。よし、ほんならまあかがり火ともしたから続きやっていきましょうか。でこっちから来るとさっきのね、スイッチがあったところにね出るんで、さあほんだらさっきに巨人をやっつけに行かなあかんねやったっけな。これ下まで投げてくるんやったっけな。ここまではさすがに投げてこんかったはずやから、さっきこっち行こうかな。バルデルマンいてるから気をつけてね。さあバルデルマン盾落とせ。まあ盾この先で買えるようになってるんやけど、結構高いからね。なるべくお前が落としてくれるとありがてえな。なんで異次元判定すぎ、異次元判定すぎ。なんでやねん、ガードすんねん。せいせい、お疲れ。ネタバレすんな、そこにいてるって。さあ今ロックオンがあった通り、ここにもいてるから、こいつをねちゃちゃってやってしまいましょう。ちょちょのジョヤで奥さん、ちょちょのジョヤで奥さん。はい、お疲れピーポー。まだ死なぬかい。雷のスピア、なんか昔ほどなんか圧倒的に強いって感じせんくなったな。昔もっと強いイメージあったけど。でここの中に炎の宝石あったっけな、炎宝石。まあこれで炎ダメージを軽減してくれる指輪が入ってるから、まだいいかな。まだつけることないわ。多分あの上から火炎壺投げてくる巨人はいてるけど、そこまでいることないからな。ここダッシュで走れば当たらんし、なんでもうダッシュでちょちょいのジョイで抜けてしまいましょうや。ヌローが来たら投げてくるから。で落ちてんのはソウルとか大影やけど、まあ後で拾う。で先に、まあ、主役の根源を立ってしまいましょうや。でここも投げてくるから気づく。まあただ普通に進んでりゃ当たらん。普通にこういう感じで進んでりゃ当たらんの であそこにまあバルデレイ出るけど、あいつは気にせんと行きましょう。あそこ行っても何もないから。でここね、まあ鍵かかってるから、ここは万能鍵で開けへん。あれがいる、カゴロウの鍵がいる。でここ登っていって、もうちょいで最上階かな。でここちょっと足は細いねんけど、ここもまあ落ち着いてこうやって歩きゃ当たることないから。ここも一応火炎壺来るけどさ。でこいつあんま強くない。ああいう感じで火炎壺来るやんさ。普通に進みは当たらんのね。でここを登っていくと、その九段の巨人がいてるから、よしこいつはこいつの出番かな。はい、ちょっと待って、なんでマグマが出えへんねん。見てお前ダメージエグすぎ。ちょ俺閉じ込められてん閉じ込められてんねんけど俺。で巨人は月攻撃が通んにくいから、ハルバードの投げ払いでやんのがね、まあ、ちょっと待って、こいつ全然ダメージ通れへんやん。雷全然通れへんやん。ちょっとハルバードに変えるわ。こう投げ払い、これが一番いい、これが一番いいね。ほーい、呪術の火強化したいな。そろそろレベルよりも優先すべきかもしれん。いやそれは持ったな、さすがに。まだいいわ。まあ、こういう感じで足の間をすり抜けつつ戦っていくスタイルでいこう。ただこれだけ食らうから気をつけてね。ちょっと待って、暴れんな暴れんな、暴れるくんや。でもこの暴れるくんの後はこういう感じでダウンするから、
で、この間に両手持ち強攻撃を叩き込んでいきましょう。で、確定で草道の塊。ただこいつはディスポーンはしなかったはずやな。ディスポーンせんな、こっちだけやったっけな。もう一匹はするんやったっけな。で、まあいいや。で、まあとりあえず、この先にまあ NPC が呼べるところがあったりするんやけど、まあそれも一応紹介しとくか。で、まあここいてるんやけど、国鉄のスーパーロボットタルカス先輩がいてるんやけど、まあ、タルカス先輩ちょっと強すぎるから今回は呼ばずに行こうかな。いや、どうしよう。読んだ方がいいか。一回これだけ強いよっていうのをみんなに見せたいから。読んでやっていこうかな。で、あそこにまあ一匹巨人がまだいてるんやけど、あっちか別に行く必要ないわ。で、ここ飛び降りよう。スイッ。で、飛び降りてここ戻ってこれるんやけど、まあアイテム回収と、もう一人 NPC がいてるから、そいつの説明なんやけど、あっちもあったわ、そういえば。結構説明すべきとこ多いからね。で、実はまだスルーしたけど、入り口のとこから下もまだあるから。これで試してみるか、一回。強すぎな。どんだけ削って一発で。しかもこれ、呪術の日まだレベル2やからね。確か15まであったはず。確か15まであったはずやからな。よし、ここの先やな。で、スッと降りる。で、この先に、まぁ、ちょっと強めの敵出るから気をつけていこう。まあ、こんな時こそ混沌の大学先輩。なんか俺と被ってんねん、鎧が。全然当たれへん。最後だけちょっとボーンって当たんのやめろ。これハルバードの方がここ強いやろ。なんだそれお前。よし、やろうやな。なんだこの距離まで近づかれてお前弓で戦ってくるって、お前どういうつもりやねん。お前どういう魂胆やねん。こっちパリやってくるよ、気つけて。まあやる暇なかったけどな。で、武器ディカールの試験。まあディカールスペシャルっていう連続の突きを出せるスペシャル武器ですね。まああんま使わんわ。で、ここなんやけど、中身が、尊い犠牲の指輪と、女神の祝福やったっけな。女神の祝福。よし、オッケー。女神の祝福は、もう拾ったらスロットに入れといた方がいいねん。まあ、ボス戦で負けそうになった時とかは、まあ、これパッて飲めやん。すぐ回復するから。全開ね、HP。ただ、人間性も全開やん。人間性も全開やけど、人間性の方が使う時間だいぶ長いから、まあ、時間が短縮できるよっていうメリットしかないな、今回の祝福は。で、ここ向こうにジャンプすりゃ巨人が行く、おるとこ行けるし、もう噛みすぎやん。どないしても、下回ってなさすぎ。あれは確か、スナイパークロスとかなんかそういう気やったな。棒眼と。確か。で、ここちょっと難しいんやけど、ちょっと左寄りに、で、あーまあこれ拾いたかったよ、スナイパークロス。ただあんま強くない、あんま強くないというか、まあ普通に弱いな。スナイパーバロスとさえ言われとったもんな。まあ鎧脱いだ方がいいかもしれんな、せっかくやから。せっかくでもないけど、このスキンヘッドを晒していくスタイル。さい、オッケー。で、ここの先に商人がいてるから、商人からまあいろんな、結構ね、ええもん売ってるこいつ。まあぼったくりやけど、ぼったくりマンやけど、ええもん売ってるな。まあやさぐれマンですね。まあ黒い火炎壺、四日草に、かけら、大かけ、緑かけら全部揃ってます。で、ただちょっと高いね、アンドレよりも。アンドレが800やから、ちょっとぼってんな。で、結構いい武器売ってるやろ。バルデルとかタワーシールドとか。まあ、バルデルの盾買ってもええな。まあ、買うわ。で、カタリーナシリーズもそういえばここで買えんだね。で、国鉄シリーズにバルデルシリーズね。いいやん。いや、めっちゃ良くない？なんか、思ってたよりええわ。で、雷宝石、魔法宝石。めっちゃ充実のラインナップでしょ、これ。まあ、とりあえずバルデルの盾を買いましょう。で、どれか買えへんかな。まあ、買えるんやけど、そうだね。まあ、とりあえず置いとくかな。
対ソウル置いとこう。Go along, try and make something of yourself, but nothing will come of it. 胸毛がシュールすぎる。まあちょっと重たくなるけど、これがね中盾の中では一番受け値高いから結構おすすめ。まあ物理以外のカット率は低いからまあそこだけ注意やけど、でここを降りていきましょう。飛び降りないように気をつけてください。たまにちょっと気がついて飛び降りたりしたくなる時あるけどな、で意外に高いみたいな。ではこいつもちょちょいのちょいで倒してしまいましょうや。なんやねんお前、気持ち悪いなお前、急に吐くなお前、病院行け病院行け病院。でここにカゴロの鍵、さっきから散々言うてたカゴロの鍵がやっとここで出てきます。でカゴロの鍵使って、さっきここは万能鍵で開けへんねんっていう話をしたやつを開けに行きましょう。んーでここやな。さあここを開けるとどうなるか。これ実はエレベーターになってて、これ乗ると下まで下がります。まあ入り口の近くまで変えることができんだね。たまに当たるからな、ギロチン。たま当たってもダメージ判定ないけど、たまに当たるから気ぃつけて。でそろそろね武器の強化箱買いたいな。落ちろ落ちろカトン。ここやったら当たらんはず。まあ気ぃつけて戻っていくんやけど、なんか俺変える時の方がこれ被弾率高いんな、なぜか。あっぶね、かがり火の火でかすぎな、もう火事やん。もう火事なるわあんな。よし、ほんなら武器の強化箱とか修理箱とかその辺を全部買っておこう。武器の鍛冶箱、防具の鍛冶箱も一応買っとこう。ほんで、武器の強化、もうそろそろねハルバードプラス12変えたとこやけど、いけるかな。1個だけ足りんな、まあ十分でしょう。ほんでやっておきたい強化がもう一つあって、物干し竿、まあ使っていくっていう話してたからな。まあ使ってほしいっていうリクエストあったから、物干し竿も使っていこう。よし、もうプラ7まで行っときました。ほんで、強化したのもう一個あってね、この墓王の剣、これねデーモンのくさびって、あのなんか石像の敵出るやん、あいつ倒した時しか出えへん素材が必要なんやけど、これ結構強いから強化しとくべきやな。でデーモンのくさびをやから、もうちょっと貯めておきたいから、ちょっとデーモン狩り行くわ。さあ、あんま行きたくないけど下に行っか。下のエリアはただあれやから、ちょっと足場が悪いから錆びたカンナは必須やな。さあ行くぞ。死にはせんから、飛び降りる死にはしないです。はい、ちょ、いやね、死んでしまうとは何事だ。飛び降りる死にはしない。これもう一体出るからな実は。よし、もう負ける要素がない、負ける要素など何一つないわ。まあついでに武器落としてくれてありがたいね。今回武器のドロップ運だいぶ悪いからね、このキャラ。でこの下のネバネバがね、あのゴキブリホイホイみたいな感じで、めっちゃここ足場悪くて、あのちゃんと歩かれへんから。お、受け切れるか、さすがバルデルの盾やな。強化してもいいかもね、強化してもいいかもね、というかぜひ強化したい。かっこいいし、見た目もいいし、性能もいい。おいおいおい、悪あがきしてんじゃねえよ、悪あがきしてんじゃねえぞお前。おいおい、分かってんのかよお前。お、出た出た、くさびの刺し股、刺し股か知らんけど。よし、このデーモンのくさびで強化していこうかな、例のあの極限を。でもう一体奥に出るか、もう一体やっとこうか。で奥に武器もあるから、それも拾っておきたいな。ちょ、なんか来てる後ろから、変な攻撃食らったんやけど、あいつの尻尾か、尻尾に裏取られたな多分。よし、んでこれが武器やな。サイズ、まあハルバードの親戚みたいなもんなんやけど、ハルバードが月やけど、それが月じゃなくて、あの縦振りに変わってる、それだけやな。
よし、帰るんやけど、帰り方やけどな。まあこっち側もちょっと一応紹介しとくか。こっち側に行くと、こっちにも2体デーモンがいてるんやけど、こっちのやつはあっち側にいてたやつよりもかなり強くなってるから、多分今のレベルではまだやれん。だから今はまだやらん。で、拾えるアイテムなかったかな。で、ここの階段から登れるから、上にね。さあ上に登っていくと、もう一個ね隠し要素があって、それも紹介しておこうか。今回だいぶ尺長くなってるけど、もうほんまに今日は尺気にせんとやってるから。よし、ここのいかにもな壁、これが隠し扉になってる。なんで開けへんねん。隠し扉になってるから、ここ開けて上に行くと、もう一体巨人がいてる。その巨人倒して、ほんなら塊ゲットしておこう。せいせいはっせい。お疲れ。強っ。物干し竿強っ。さよならさよならさよなら。24にすりゃ墓王の剣がも出るから、墓王の剣使おう今回。さすがにドッスになるから、これを取って、よし、こいでいこう。なんかもう装備とマッチ してなさすぎな。よし、さあタルカスちゃんを読んでスーパーロボット対決行こうかな。ここのボスもスーパーロボットやから、スーパーロボット対戦 DS やん。ダークソウルスーパーロボット対戦 DS やわ今回のタイトル。あいつ上の巨人倒しなかったらボス戦のエリアにも投げてくるかな。気ぃつけて。さあおいで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 、タルカスタルカス、めっちゃ強いかな。ワンチャン俺何もする必要ないから、多分あの前回地下墓地で呼べへんかった聖騎士リロイってやつと、このタルカスとあいつ、ベアトリス、ベアトリスか、あの3人がダクソ最強 NPC やから、最強の3人やから。落ちんなよ。よし、オッケー。さあ2人で一緒にやりましょうよ、タルカスさん。さあアイアンゴーレム、さあスーパーロボット対戦 DS ですね。さあまず初手衝撃波やけど、あれはなかなか当たることないから、気ぃつけて。気ぃつける必要もないわ。ほいほい、おいい。でこいつは足をずっと切っていく感じになります。足ずっと切っていくとあれになるから、あのひるみ状態みたいになって、その時に攻撃するとダウンを取れる。ほい、タルカスさんダメージ見た今。これつかみやろ、違うか、叩きつけや。つかみ攻撃持ってるからな。見てあのダメージ、おかしいやろこの人、完全におかしいわ。設定ミスですね、完全に、完全な設定ミスよ。これもう死ぬぞ、ほんとこいつ読んだらぬるげになりすぎ。あーもうタルカスさんが持ってった最後どんだけ強い、間違いなく筋力60あるやろ。はい、ありがとうございます。まあぬるげ嫌やわって人は呼ばん方がいいですね。で4万ソウルはでかいな。でここ調べたら次回のエリアに行けるんやけど、今回はもうここで終わりにしよう。というわけで、今回まあ1000の50も完璧にあったはず。もう取るアイテムは全部拾ったし、行くべき場所も全部紹介したから、もう 100% ガチの、もうマジで完全解説攻略をやったわ。というわけで今回はここまで。今回も最後まで見てくださった方どうもありがとう。 See you next time. バイバイ。次回また遊びに来てな。ほな。